はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。今よということですね。歌謡とかいうことになるわけです。はい、まだ歌をこう歌うということですね。まあ、歌を歌ってまあ金を稼ぐということの走りになっていくわけですね。まあ、今だったらどうですかね、牧原さんとかですかね。はい、すいません、ちょっと申し訳ないですね。ちょっと白い粉の関係性上、ちょっと言ってはいけないところを言っちゃったかなと、いうふうにちょっと思っちゃうんで、申し訳ないですね。ちょっと訂正させてもらいます。はい。まあ、ラッツ&スターのこう田代正史さん。ああ。ちょっとコメントに問題がありましたね。はい。まあ、とにかく、まあ、何が言いたいかって話になるんですけど、今用ということになるわけですね。今用、これ、歌を歌って芸能活動をするということですね。はい。まあ、歌の世界がね、クリーンだ。な人たちが多いのと一緒でですね、まあ、この時代からまあクリーンな人が多かったんじゃないかなっていう気はしますね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。